これで一生終わりかな。やっぱマストないよね。塀が高っ。ここはリディアス湖、マーナドール大陸の東の玄関口にあたる。この町から道なりに歩けばエリスタニアに着くって森人の師匠から聞いてるよ。道なり、アリサ姉もここを通ってミコを迎えに行ったんだな。それじゃ俺は一足先にリディアスを出るよ。こいつは選別だ。おお、鍵パクってたの。大臣様に返しそびれちまってな。いい作りの鍵だし、売っ払ってロギンにでもしちまえば。そんなことしないよ。冗談だよ。じゃあな。彼は旅人なのか。行商人ではなさそうだな。前に会った時は地質を調べてるって言ってたよ。地質？そうか、彼はガイア族だから土の村ギッドのものか。土の村と同じことが起きないよう、我々はマナの木にたどり着かなければならないな。そうだね。全部石になっちゃう。引き締まったわ。これからエリスタニアに向かって水の巫女と合流して、それから洗礼を受けるんだったよね。そや、洗礼や。ドキドキするな。リリアス湖。スタルの鍵を手に入れた。まあそうだ、リディアス湖大きいな。みんなもそれぞれ港を見に行ったし、僕も見て回ろうかな。プライベートアクションだ。どうぞ。やだ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 、売り切れちゃうよ。ボロボロだね。嵐にでもあったのかい。どれだけかかるかな。当分ラタには戻れねえな。あら、海に怪物が出るっていうのは本当だったのね。クラーケン。俺泳げんの。泳げるわ。黄色。あ、あった。役立てさせてもらうよ。ワンマルドロップだ。おお、ガヤ族の親族か。あー強そう。質が良いの。さあさあ、雑貨屋だよ。なんか腕。おお、確かに広い。もらうよ。ねえ、沈まなかったのは昔巫女になった孫が守ってくれたからかもしれんの。昔で孫なの。おめえ何歳だよ。わっ、わっ、これは。よし。よし。よし。カンカンと落としてる。マップの方を見ながらね。ここら辺に宝箱。違うね、これはヒナだね。で、ここがセーブポイントだけど、
まあ先にセーブするのもね、やっぱ探索終わらしてからまとめてセーブして出る直前かな、セーブするのは。あら炭酸、炭酸この世界にあんの。よし、炭酸とか温泉とかにしかなさそうなのにね、この世界観だと。ああ滝の上にあるんだ、昇降機で登るんだぜ。もらうよ。でここ話しかけて、あとは昇降機やな。迷子になっちゃったね。迷子じゃないよ、買い物中だから待ってるだけだよ。おや、少し買いすぎではありませんか。よう、おう、上層はまた別の町がありそうだね。よし、オッケー。少し休憩しよう。セーブ。さあ2章に入ったんじゃないかな。よう、衣装入りました。よし、じゃあ行くぞ。では上に参ります。うわ、これ勝手に動くのか、すごい。こいつ動くぞそうはならんやろ。巫女の皆様、ようこそおいでくださいました。エリスタニアの役人のようだな。エリスタニアの都では巫女の皆様をお迎えする準備を整えております。宴じゃ、宴じゃ。ここからピッタの丘を越えた先です。女王陛下も皆様の到着を心待ちにしておられます。お、大臣が、大臣が。フサル殿も同じ船でありましたか。ではすでにご存知かもしれませんが、こちらの方々は巫女と、それから魂の守り人です。ほう、巫女であられましたか。遠路はるばるご苦労でありましたな。巫女は魂を捧げる急に態度が変わったな。大事な役を担うもの。フェアリーによる使命は絶対である。何人もその決定を拒むことは許されない。そうであるな。おっしゃる通りです。自らの全てを捧げ、マナの循環を守る。ああ、なんと尊い存在なのだろうか。それではまた、イリスタニアでな。シリュウ逃げたけどな。一行様、はなかなか尊大なおっさんやね。いっけね、鍵を返そうと思ったのに。しょうがないさ、あそこまで清々しい高笑いをされては口を挟む余地もない。フィアリーによる使命は絶対なんて、あのっさん何当たり前のこと言うてはるんや。本当だね。お、ちょっと考え方変わってきたか、ひなも。ピッタの丘、あの門から続いてるのかな。都までそんなに遠くないって言ってたけど、準備は忘れずにだな。まあそんな感じの配置ね。うん、グマグママグマ。よう、おう。さあ交換できる商品は増えておりますでしょうか。行き過ぎ。いいの。いたいた。グマ。お、商品が追加されたって出てたね今。あ、ポト油。全員の1ポイント100か。
そしてパラメータアップアイテムの追加はなし。そこまで無理して集めなくても大丈夫そうだね。図鑑も増えたって出てた。早すぎて判断できなかったんだけど。ママ。ねえ。ドロバッゾ。人間、ドラゴン、ドラゴン族あれか。獣人、うん。優美人、ガイア人、草人。まだ草が出てないか。マーナドールは尻尾、尻尾持ってねえや。どうぞ。武器屋さん。踊っとる。いらっしゃいませ。何になさいますか。ということで武器、今こいつは双剣なんですよ。マリナー武器高い上にね、クラスチェンジしたら使えなくなるからな。ちょっと購入に二の足を踏んでしまうね。それどころか落ちてたら捨てますかって言われるしね。どうぞ。やっぱ買うんなら防具優先かな。何になさいますか。よし、防具更新やな。こちらでよろしい。ありがとうございます。こちらでありがとうございます。こちらでありがとうございます。またのお越しを。さあさあ、いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。まだ特に更新なし。この辺に何かあるはず。お金です。お、そしてやっぱサブクエ手続けよ、全部受けよ。ピッタの丘のキノコ、サブクエはいくらでも受けれるっぽいからね。受けよ受けよ。ピッタの丘、ポロビンフッドよし。ぷいぷいそう仕入れすぎちゃったからあげちゃう。ねえねえ、はっ、もらうよ。ゴールドクローバー、感じ悪、もあいたないな。合うんだろうな。はい、おお。水の巫女は誰になるんですかね。女王様っぽい。あ、うん。もしかしてそういうことか。プサルが強制的に。女王様を、巫女にして旅立たせて国を乗っ取ろうとするのかな。合ってるかな。もらうよ。お宝、お宝。どうぞ。この辺。どれどれ。これは。クッキー。皆様のためにこんなものを用意しました。クッキー、蜜が出ないんだよね。もらうよ。はっ、おお。まあ可能な限り進めていきましょう。クマミツ、こんなもんかな。はい、よし。整備されてるけど魔物が出るよ。武器屋もあんだろ。武器屋大したもん売ってない。あ、大臣はあれか、優美族、尻尾の方か。獣人ではないのか。また別なんだね、尻尾と獣人は。そうだな。よし、では行くぞー。
黄金街道の曲ください。エリスタニアは大好き。世界で最も大きな都市だ。女王が民を治め、各地から集まる人々で賑わっている。私の第二の故郷だ。月の町で生まれて、水の都で育った。そう言ってたね。親と呼べる人もいる。都に着いたらみんなに紹介したい。親を紹介する。重い。親くん、うちのはお前は巫女になれへんって言うてきはるような嫌な親でな。仲間に紹介したいってなる親で羨ましいわ。もうとりゃが言わはるくらいやからええ人なんやろうな。バルとヒナの親はどんなの？一般人だったね。うちは母さんが優しくて父さんが厳しかったかな。父さんは鍛冶職人でさ、勝手に道具を触ってよく怒られたよ。私の両親は怒ったところを一度も見たことがないかも。いつもニコニコしてる二人なの。私もいつかあんな風に。いつかはないよ。ヒナも二人に似ていつもニコニコで優しいと思うけどな。会ったことないけど想像つくわ。ヒナの親なら巫女に選ばれたことも喜んでくれそうやもんね。うん、とっても喜んでくれた。水の巫女に選ばれる人も家族に喜ばれてるといいな。多分女王だぜ。大精霊とフェアリーに選ばれるお役目やで。喜ぶのが普通やん。ほな、はよエリスタニアに行って水の巫女に会おう。お、秋もちょっと見える。ピッタの丘。ねえ、あのドラクエみたいに遠慮なく過去の曲使ってもいいんやで。ずっと続いてる。なあ、あの遠くに見える水球みたいなのが都の場所？ああ、エリスタニアの象徴といえるものだ。こんな遠くからでもはっきり見えるなんて。見える？実際はどんな大きさなんやろな。見るのが楽しみや。休息していこう。一応セーブしといて。ね、ちょっとバル君の見た目を変えよう。もうすぐね、多分転職できるようになると思うんで。そうなったら、お、ラビリオン。敵強いな。ちゃんとレベル上げしていかないと。倒しきれないね。サブクエチェック。この2個だね。お金とお金。じゃあどうでもいいかな。なんかね、良さげなアイテムとか魔法だったら欲しいけど、もらうよ。金ならいいかな。クローラーはまだ戦ってないかもしれない。ファイヤー。占いだす。いい結果が出るまで炎になってた。なるほど。クリナらしいね。いい感じ。ガニだから箱を。どれどれ、役立てさせてもらうよ。魚っぽいのいいね。違うか、あれクマミツが反射してるところか。はっ、クマミツ。Mm-hmm.
された時助けてくれた人、あの人の名前ちゃんと聞いてへんかった。なんで言うの？ああ、彼の名前はオーリンだよ。オーリン、仕返し見事やったな。すっきりしたわ。次会う機会やったらちゃんとお礼言わんとな。あ、ニキータコイン、一体どんなものと交換してもらえるのやら。はっ、うん、お、経験値か、赤は調べなきゃダメか。何でもかかってこいって感じかな。ちょっと経験値もらおうぜ。こういう時に限って敵がいないっていうあるある。カリナも風の巫女になったんだ。ご両親は喜んでくれなかったのか。どうやろうな、会わんと出てる知らへん。まあそういう旅立ちもあるだろうな。ほっはっ、けど経験値欲しいんで、ちょっとこいつらボコるから。うらうら、使わせてもらおう。これ経験値アップって倒した時間に効果ないとダメなんです。戦闘開始時点で。少しどこかで休もう。プラス100。実際1回か2回しか無理だよね。毒ってね。毒ってるね。勝手に治るのかな。確認のためにあえてちょっと放置。治ったの30ぐらいか。ほんと毒って大したことないよね。役立てさせてもらうよ。女神転生系だったかな、毒がめちゃくちゃきついの。キナ、バルって昔からあんなお人よしの？そうだね、バルは昔から全然変わってないよ。優しくて困ってる人を放っておけないの。そっか、ほんま根っからないよね。あ、ジン、ジージャン、そこか。はっ、この竜巻を利用しよう。行くぞ。長えよ。よし、画面端、いいものください。どれどれ、これは麻痺耐性。30% か、ね、50% ぐらいの可能性が 20% になった。だいぶ慣れにくいけど、それでも結構なるよね。2割あったら、逆に考えると5割やったら地獄だよ。切り刻んでやるぜ。確実に。何のゲームの癖か分かんないんだけど、倒した後にアイテムがドロップしないから見ちゃうんだけど。お、サイドクエスト用のアイテム、ああったね。キノコ倒してきてって言われてたの。そういや、すぐ毒なるよ。うまみつ、お、あそこにもある。確か8属性聖剣もあったはずなんで、8個等あんのかな。
ケット。はい。お、次のミッションのとこあるね。あそこ行こうか。もらうよ。サブクエ、サブクエ、この辺だ。力借りるよ。ワク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 。お、マジで。うわあ、買わなきゃよかった。そんなわかるわけないからしょうがないか。あ、待ってカリナさん。なあひな、そろそろそのさん付けやめてくれ。え？お、じゃあカリナで。カリナちゃん。なんか照れちゃうな。名前で呼ぶだけやのに、そないに。人手がいる。あ、敵ではない。カリナと仲良くなれたのかなって思うと。嬉しくて仲良く。やめてや、うちまで出れるやん。調べる。あ、宝箱だ。わ、貴重なものかも。なんだ、何のトロフィーだ。もらうよ。調べる。砂浜キノコ、うん、ふっ、熊光。これは一回あの次の中継地点が見えたら、エリスタニアに着いたら戻った方が良さそうだよね。これとこれ今終わってるでしょ。キノコと、あー、まだこポロビンフット、これはもうどうしようもないんで決めるかな。おそらくは洗礼を受けるにも準備が必要だろうしな。時間ができたら都で少し羽を伸ばそう。よっしゃ、バカンスじゃ。精霊の住処大。ああ、なるほど、そういうことね。クマミツゲット。まあまだ水のやつはない。試す時かな。調べ。役立てさせてもらうよ。魔法のどんぐりも結構無駄遣いしちゃったからね。まあ、あいつらが強すぎただけなんだけど。ブルースライムが強すぎただけなんだけど。グレルって戦ったっけ？当たってやがる。力を示す。かわいい。でい、手加減なんだ。どうせこれ溜まるから。ここで力を使わせてもらう。おーわ、耐性ありだ。おー、あっという間。必殺技使ってる間は時間カウントされないからね。10秒以内。このね、痕跡もどうやって使うようになるのかってまだ分かんないよ。さて、目的地発見。どれどれ、役立てさせてもらうよ。これと丘のボロディンフットがまだ出会ってないのか。ボロディンフット、あそこ遺跡にいるやつじゃねえだろ。遺跡にいるやつだったらレベル50だから無理だぞ。準備を整えよう。とりあえずここでファーストトラベルポイントを解放させて、